いやー、拙者でござる。拙者ですね。あ、そっか、私がキャスターになった年にリポーターデビューされたんですね。確かにこれからは同じウェザーリポーターとして空を見上げていきたいですね。昭和記念公園行きたいな。私ね、デビューの時の自己紹介を見返すと、 YouTube で上げてくださってる方がいたので見返したら、なんかね、こうインドアの趣味が多いんですが、これから空とか季節を楽しむために外にも出ますって言ったんですけど、結局ね、結構インドアな、やっぱりそんなに性格は変わらないですね。まあ、やっぱり季節の移ろいを感じる、桜の成長を楽しむといったことはやっぱりキャスターになって初めての経験で、自然の美しさなどをたくさん知ることができたんですけれども、あ、これじゃない、これじゃないです、これじゃない、やめてこれはオーディションの時の映像です。びっくりした。今のじゃないです。そうじゃ、ちょっと待って、こんなの出てくるの？びっくりした。いやー、ちょっと やめて、恥ずかしい。ちょっと本気のやめてが出ちゃったはい、ということでオーディション動画でした。知らなかった、びっくりした。はい、ということでね、はい、オーディション映像出てきましたけどそう、昭和記念公園にも遊びに行きます。はい、ということでセレクトリポートご紹介をしていきました。さあ、では最後にお天気アイコン、そうですね、先ほども見ていきましたけれども、じゃあ最後、そっか、最後ですね。ではアイコンでお天気をお伝えします。